患者自動車は患者を収容し輸送する軍用自動車である。以下、大日本帝国陸軍におけるそれについて記述する。民間にもあったが、陸軍では平時にも戦時にも患者の輸送に用いられた。正式品は大型と小型とがあり、大型は車台と車室からなり、車台は車枠、車軸、バネ、車輪、機関などからなり、切断装置。 操打装置、変速装置、作動装置、制動装置などを備える。前車軸と後車軸との距離は2.8メートル以上、鉄管距離は1.5メートル以下。機関はガソリン機関で馬力は SAP15HP 以下。点火装置はマグネット式、または蓄電池式。車室はガショウあるいは腰掛けを備え、ガショウには単価を懸垂したもの。 単価を枠台に乗せたもの、腰掛けが商券用のものなどがある。画商、腰掛けには、羽布団を敷くことができる。搭載力は大型は大型で4名、巨座のみで6から8名で、小型は大型1名と、巨座2名、または巨座のみで4名で、大型、小型ともに、若干の5走者を同乗させることができる。戦時は、主として大型を用い、戦地の地形、 道路の関係上、小型を用いた例がある。戦時の衛生機関である患者輸送部の本部に若干量、配備し、戦況、照射発生数、地形、道路網の状況などを考慮し、迅速に患者を輸送するために用いられ、時に補給衛生材料の運搬を行う。その構造は極めて成功であるとされ、重症患者をあまり苦痛を与えずに運搬しうると、された。 平時は小型を各栄寿病院に備え、部隊の入院患者を運搬した。ありがとうございます。